先方がジマさん、対するは根内さん。さあ射撃モード2連打を野球でしていく。あ、射撃モード射撃モードやっぱあれですね、エンメカットを完全に減らせるんでいいですね。射撃モードあそこらへんから2連か、ままあ、もう野球野球じゃない、ここ使えますさあ、2連間パーラーの手紙だ。バスペッパー、クルーさんが倒していくスタイル。もう電話のカウンターしねえかなぐらいのこんなカウンターしたら嬉しいんだけどなみたいな。さあ、まだ死なない。さあ、目論見通りなのパワーなんかカウンター。選手の島さん、ここでカウントが8。ここから2連か、いけたか。さあ、触っていく。ここからゼロガード2連か、ゲランからキャンセルするが、ここからこっちでいく。逆ギで成功。さあ、射撃が強いですね。弾丸の密度が厳しい。打ち合いではちょっと分がなさそう。さあ、罠がある。SB 射撃ダメージがすごい。さあ、埋め方はゼロ。まあ、ダメージで死んでしまう。戦闘性勝ってる。東さん、前評判通りの結果となりました。華麗にしてアグレッシブな攻撃、油断してると。いらっしゃった。と、ゴロッパチさん、クギノさん、オッケーですかね。オッケーっぽい。じゃあじゃんけんなり話し、まあ話してことないか。じゃんけんでアド決め、席決めをお願いします。さあ、5番で拾っていく、しっかりしてる。さあ、これはナオと同キャラチームですね。右側ワラさん、右側はおとぎさん。さあ、5番方がすごい効いてるんですが、もうガンガン攻めるしかないよ。バスパラで暴れて2連覇から大人がどう。ここから固め直しヤンキーからジャンが届かない。刺さって制止するのはマナさん。さあ、メカートは7です。どこまで減らされても7ってなかなか優しいですよね。さあ、バレ選手は大人ガードだが、ここで逆で読み、逆で読みだけじゃなくて、ここのアバレ様にも対するやっぱあって、射撃を何とかしたい。あ、構えキャンセルから投げる。さあ、あと1個。さあ、振り向いてくれない。この後もサボっていく。投げに行くわ。入れっぱ。さあ、P
ペルソナがいなくなるとナオト君はちょっときつい。パテンペル取れて一番稼ぎたい。さあ帰っていけ。さあ手に取って、さあなるほどね、ダメから、さあハマオンからどっち、ゲランガード、そしてリリー、さあペルソナがいない。さあ勝ったなワラさん、すごい試合でした。さすがです。ということで 2-0 でナオトチームが勝利ですね。じゃあ次の試合、おとぎさん、ねうちさん連戦で、ハピさん、やましては両ブロック終わってから2抜けの決定戦をやりまして、その後決勝を一大進行になります。さあ僕をや分からん教え方してくれたよ、チャンスです。まだ根に持ってんのかみたいな。さあ5番からパスを切っていく、5番から足払いから1を置いて裏回りにターン。さあ9位で裏回りできるの面白いですよね。ないから、さあ2連が引かそう。さあマハブフのあれも強いですからね、ミスルは。さあ、血液したのに置いてあった。ナンセンスの山ちゃん、そしてメカが残りに。5番から2連か、そしてアストライ2連か、キャンセルして、罠を置く、BD はガードできると、強いな。さあ、1人のミスルが投げてごまかしていくスタイル。さあ、2連が拾って、2連か、そして罠を置く、ドローン。ああ、足早いから2連か、罠を置いて、BD 今度当たる。さあ、SD ムズラから、ゲーダンを当てみ。さあ、フリックスメスリーダーだったか、ちょっとミスル。さあ、ヤクザキック、ダメージ重視、からの逃げ目。さあ、SD 射撃。SD ドローから、ワンコボ。さあ、危ない、当たる、バースト切る。もう、ピロダが。さあ、クリティカルシュート当たって、勝ったな、山ちゃんさん。僕も仕事です。すごい試合でした。さすがです。家柄。